どうも、虹色ライダーでございます。虹色映像始まりました。勝手に、はい、今回はドライブトークですけれども、映ってるのは景色ではなくて僕ですね。はい、ちょっと逆光ですね。まあ、お許しください。あれなんですよ、景色にしたかったんですけど、最近このフロントガラスのね前に台を、スマホを乗っける台をね、くっつけてるんですけど、もともと前の車で買ってつけてたやつをひっぺがして、今新しい車にして、またそれをつけたんですよ。だから一回撮ってるから粘着力が弱くなったんですね。で、まあ補強してテープとかでこう外付けでねやるんですけど、やっぱちょっと時間経てばすぐ倒れちゃうっていうことで、ちょっと怖いんで、まあ今このアングルで撮ろうかなっていう感じなんですけれども、今回はですね、いらないとか、もしもとか、コロナとかそういう話ではなくて、まあ僕のチャンネルによく出てくれてる群青豊さん、まあ本名田村くんですけど、田村くんからこう依頼というか、まあ曲を作りましょうと、歌を作りましょうっていうね、まあ、勝手に言えば、まあ提案というかお願いもあんのかなのはあったんですよ。で、まあ群青豊チャンネルを見てる人だったらまあわかると思うんですけど、まあ前から言われてたんですよね。で、僕だけじゃなくて金田和彦君もそうだし、で大島梨沙ちゃんもまあ一応そういう、まあ、口約束ですけどね、そういう話があって、で田村くんが作詞して僕らが曲をつけるっていう感じだったと思うんです、最初はね。そしたらまあ LINE で田村くんの方からなんか曲のイメージっていうか、こういう感じの、まあリズムだったり、その曲調、まあバラード調とか、あと何かポップ調、あと三拍子そうね、一個の曲の中にそれが織り交ぜられてめちゃめちゃ難しいなと思ったんですけど、まあそういうのを LINE でこうやり取りしてるんですけどね。で、僕の提案でそれはこう内々でやるのも別にいいんですけど、せっかくだからこう動画でねやってほしいと、田村くんの方から、まず一人で撮って、あ、こういうお願いをするみたいな、こう歌を作るっていうのをするっていう、まあ決意表明じゃないですけど、を動画で上げて、僕はそれを見て、まあ曲作りに取り組むと言って、昨日上げたのかな、まあ、僕は今朝見たんですよ、その動画を。田村くんが一人で喋ってるやつ。そうだから、これから曲をこう共作でね、やりますみたいなことを宣言している動画をがあるんですけど、見てない方はぜひそっちを先に見てほしいんですよね。下に URL 貼っとくんで 見といてください。なので、ね、まず見て思ったのがめっちゃ暗い。いや、人死んだんかっていうぐらい暗いです。まあね、このご時世、今ね、いろんな、まあコロナだったりが、暗いのことだったり、いろいろありますよ。それは暗い気持ちになるんですけど、いや、ここまで反映されるのっていうぐらい、暗いなっていうのでちょっと笑けてきたんですけど、まあ僕はもう田村くんのこと結構知ってるから、あれだねと、もう、まあ LINE でも言ってました。緊張して、田村くん一人だと、能力発揮できないんですよ。僕と一緒に出てる時のあのテンション、もう皆無、一切出せない。まずね、まずそこをね、こう一人でも出せるようになってほしいなって思います。まずで、まあその歌をね作るこうやり取りっていうか、まあ一人で作るのもあれなんでね、せっかくなんでこう動画内でこうやり取りをした方がいいんじゃないかなっていう、まあ僕の提案で。でね、もう田村くんがね、まあ歌詞一番までかな、歌詞はもうできてたんですよ。もう LINE で入ってます。で、その歌詞そのままにするかわかんないですよ、この曲作りする
立場としては、あの多分僕はそっくりそのままはなかなか難しいのでできないとは思うんですけど、それで、最初の一節がバラード調で、次がポップ調で、三拍子調で、まあ、サビはどういう感じかっていうのは書いてなかったけどっていうのがあって、でさらに最近来たのがイメージで、田村君一応ギターはちょっと弾けるんですけど、イメージでコード書きました。これなかなかすごいですよ。イメージですからね、自分で弾いてないけど、イメージでギターのコードをもう乗せてる。すごいでしょ。作り手としてはあのムズっていう。まだ俺弾いてないです。今朝見てるからね、うん、そのコードでは弾いてないんですけどね、ポップ調とかその三拍子調っていうあのこともあって、コードもあって歌詞もあって、いやもう僕からしたらいやもう自分で作ればって思っちゃうんですよ。そこまでできてるんだったら自分で作ればいいのにっていう。そう、それでまあメロディーライン、まあ、作曲の方をあの僕らにねあの頼んでるわけなんですけども、僕はあのここで言いますね、これ田村くんへのメッセージ、田村くんも作ってほしい、うん、自分で、うん、もちろん僕も作ります。自分のイメージがだからそっちの方が良かったらそっち採用してほしいし、うん、で、あとまあ今回ねそのコードとかもつけたのは僕はねあれっすわ、田村くんの気遣いだと思ってるんですよ。これはね、まあ、田村くんを知ってる人間だったら分かると思うんですけど、できるだけこのお願いしてる立場だから相手側に負担をかけたくないっていう気遣いじゃないかなと、それでコードまでつけてくれたみたいな、こっちの作業ができるだけ簡単になるようにっていうじゃないかなと思うんですよ、うん、まあそれで助かる人もいるのかもしれない、うん、僕はねあれなんですよ、どっちかといえばそこ自由にやらせてほしいタイプなので、まあコード書いてくれて一応弾くけどね最初は、でも一切無視しますから宣言します、はい、僕は僕のこう作る感じ、その田村くんの書いた詩のイメージを自分なりに解釈して歌詞も変えちゃいます、はい、じゃないと嫌なんで、曲作る上で僕が一番あの大事にしてることはこの曲を作りたいっていう気持ちだけはずっと取っときたいんですよ。作りたくないけど頼まれたから作るっていう気持ちでやるんだったら僕は絶対やらないので、はい、だから歌詞も厳しくあの言います。これからじっくり見て一応一通り見たけど、現段階ではめちゃめちゃいい歌詞とはなってないです、はっきり言って、はい、なのでその分なぜその言葉を選んだかとか、僕そういう細かいとこまで気にしちゃうタイプなので、僕に頼んだ以上はそこはもう絶対変えちゃいます、もしくはあの書き直してって言うかもしれないです。ここを僕の言葉じゃなくて田村くんの言葉で、ここをもっと別な言葉で書き直してほしいみたいなことを言っちゃうかもしれないです、はい、まあ、こういうやり取りをですね、この動画をこうお互い配信しながら、やっていきたいなと思うし、あともう一個、一つの曲を4人で作りたいのか、それとも別々で作りたいのかっていうところなんですけど、僕は別々で作った方がいいんですよ。1個の曲を僕、金田くん、大島梨沙ちゃん、あの田村くん4人で取り組むんじゃなくて、それだったらね多分ね無理、ぐちゃぐちゃになると思う、うん、方向性が結局見つからず、それぞれあの1人でねやってるタイプだから、でじゃああの誰か一人は僕いらないんじゃないみたいな感じになったりもすると思うんですよ。だから曲を作るんだったらもう僕と田村くんのタッグ、田村くんと金田くんのタッグ、田村くんと大島梨沙ちゃんのタッグで作ればいいんじゃないかなって思うし、絶対そっちの方がいいと思う、やるんだったら、うん、まあ、田村くんは大変だけどね、でも気合入ってるって言ってる以上はあのそんぐらい
こなせて当然です、はい、でこれからそのなんか動画のとこでも言ってたけど、あの曲が増えればって言ってたから、あ1曲じゃないんだと思ったので、うん、どん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 作っていきたいんだなと思ったから、もうどん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 自分でもあの精力的にやるべき、はい、厳しいこと言いますけど厳しいのか、僕としては当然です、はい、だからその一個のことを取り組む、その一緒になってやるってなると、僕は結構あの他人から見ると厳しいのかな、僕自分に厳しいタイプなので、あの妥協は許さないです、だからあの YouTube もコラボはするけど、一緒に同じチームでやるっていうことは基本的にしません、うん、まあ、相手がどのぐらいのこう 圧でやりたいのかはもちろん見ますけど、まあ、だから田村君とかねよく一緒にやって楽しいですけど、それはあくまでもコラボという形でやってるからであって、同じチームとかでね一緒にやるってなった時に多分僕超厳しいですもん、うん、だからなんかテンションが上がんないから動画を上げないとか、僕は絶対そういうの許さないので、だからあくまでもその群青豊かチャンネルの中で僕がこうねゲストで出て、まあ、こうしてほしいなっていう気持ちもあるけども、そこはあくまでも群青豊かチャンネルだから群青豊かのやり方でするっていうのがまあ当たり前で、細かいとこまでは口出しはしないですけど、一緒にやるってなると口出ししまくります、はい、だから今回の曲作りはそういう感じでいきますので、ビシバシビシバシ行こうかなと、なんだ、まあ要は妥協しない、うん、なんか別にこんなんでいいやっていう適当な感じでは絶対しませんから、はい、それぐらいの、感じで、でもし本人がねなんか気分が上がらないとか。ちょっとってなった場合は即やめます、はい、それぐらいの気合でやってほしいなと思います。で、長くなってますけど、そうだそうだ、これ言いたかったんだ、歌詞をまず動画で見せてください、まあ、僕らはもう見てますけど、まあ、この動画をね見てくれてる人、まあ、ごく少数います。何人かいるので、群青豊かチャンネルの方で、まあ、この動画へのアンサー動画として、歌詞とコード、うん、自分がこういうそのロック調、あ、ロック調じゃない、ポップ調か、にしたいとかっていう、その、あれを見せてください、まず。うん、じゃあ、それに対して、まあ、虹色ライダーはこうやって取り組むっていうのも僕が見せていくので、内側もしっかり見せてほしいな。動画内でね、そうそう、これを伝えたかったです。というわけで、僕はこれから仕事に行きたいと思います。最後まで聞いてくれて見てくれてありがとうございました。というわけで頑張ってね、曲一つの歌を作ろうかなと思って